で、うん、そうだね。で、そのまま。ちょっと恥ずかしいんですけど、その恥ずかしさを振り切ってやりきりたいと思います。セリフどんな感じ？セリフこんな感じです。読んでてください。いや、嫌です。痛い。なんか自分っぽいのが余計に恥ずかしいんですけど、それやったらもっとなんか標準語とかでコテコテだった方がまだやりきれたかな。山本さやかさんです。よろしくお願いします。あーでも夜とかエレキだったら全然家でもいじれるんで、 AKB さんのやつとかもバンドスコア買って、あの曲のあのギターの部分好きとかなんか結構あるんで、そこ練習したりとかしてます。よーい、はい。あ、来てくれたんや。ごめんな、ライブ前に来てもらって。どうしても伝えたいことがあって。私ここでライブすんの夢やってん。その夢を大好きな人とどうしても一緒に過ごしたくて。私な、ありがとう。 OK です。ありがとうございます。カメラ撮っていただいてっていう感じなんですが、はい、はい、やってみましょうか。はい、はい、あ、忘れてた。このカットをもちまして以上となります。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、はい、いや楽しかったんですけど、すごいやっぱり恥ずかしかったです。はい、告白の時にここのステージでライブするのが夢やってんっていう一言があるんですけど、私の将来の夢がシンガーソングライターになることなので、それとちょっとこう重なって思いが強くなったかなと思います。そうですね、やっぱりキスシーンですかね。なんか想像してたよりは割とこうフレンチな感じだったんですけど、逆にそれがなんかこう照れてないように見せるのが恥ずかしかったです。誰やろう。私以前の48分の1とかをやらせていただいたんですけど、その時にここだけでしかあんま言ってないんですけど、板野さんとか前田さんとかをちょっとやらせていただいてたので、あんまりそういう恋愛事とかがこうちょっと結びつかない感じの秋元才加さんとか、どんな感じの告白されるのかなって気になります。山本さやかを選んでくださった皆さん、ありがとうございます。今回のゲームでは私が普段見せないような一面をすごくギュッと詰めて伝えられるものになっていると思うので、皆さんしか見れないものなので、何回でも見てあげてください。よろしくお願いします。そうですね、なんか一日に例えば夜とかに2人の時間っていうのを決めて、やっぱり顔が見たいのでテレビ電話とかしたいです。私は1回電話してみて、それで返ってなかったり返事がなかったりすると待ち続けると思います。しつこいと思われるのが嫌なので。とりあえずは自分の気持ちを抑えます。なんか一緒にいたらまた気持ちが変わるかもしれないので、
自分の気持ちを確かめながらとりあえずは抑えときます。そうですね、買い物を一緒にしててちょっと重い荷物を持って自分が歩いてたらさりげなく重いやろうみたいな感じで持ってくれたりするとキュンってなります。リアルに言うと道端に唾吐くとか